したらしばらく歩いてった先に、まあ一本のボロボロの木があって、うん、でよーく見ると、はあなるほど。ででどうも島田修平です。始まりました島田修平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。 さあ、今回も素晴らしい方、お越しくださいました。本当にあった呪いのビデオ、ね、もう伝説の D. V. D. ありましたが。そちらの方でですね、演出をやられておりました。森澤斗真さんでお願いいたします。お願いいたします。あの、すごい方なんですよ。なんですよ。はい、もう監督さんですしね。だけど、あの、僕が知ってる中で、一番腰が低い監督さんという感じですよね。それ、何。 僕なんかが「すいません今日も来ちゃいました」みたいな感じで <laughs> これでも多分しょうがないと思うんですけどやっぱりなんかいっぱい怪談師さんっていうその怪談に特化してる方々がいる中でやっぱちょっとジャンル違いだけど出させてもらってるっていうなんか申し訳なさがだってね、まあ、今回来ていただいたのもねもちろん怪談もね、うん、話していただくんですけども、まあ、ご自身にやられているね、はい、YouTube チャンネルでぜひ皆さんに見ていただきたいってものがもう出来上がって。はい あのまあチャンネルねまずお願いいたします。はい、えー、ホラホラファイルというフェイクドキュメンタリーチャンネルなんですけれども、えー、監督、脚本、撮影、編集、主演と一通りやってもう本当に連続ドラマのような作品を、えー、計21作品上げてますので、今まさにシーズンワンが完結しているのでそちらの方をご覧になっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いはいもうガールハットきます。もう本当にもうクオリティの高いですね。あます恐怖のはい。 ドラマになってます本当に皆さん見ていただいてチャンンネル登録グッドボタンよろししくお願いいたしますさあ、えー、そんなですね森澤さんなんですが、はい、前回ね体験談お話しいただいて今回も体験談そして次回は、はい、恐怖の映像の方を紹介していただけるんですけどもちょっとね、はい、今日は体験談お話しいただく前に一つ、はい、ちょっとお聞きしたい話があって、はい、つい先日ねこちらの方に石野桜子さんっていう、まあ、大阪の方で活動されている会談もやられてる方がいらっしゃるんですよ。 その方がね話していた話で、じゃあ今回はその体験談の方よろしくお願いいたします。これはだいたいもう3年ほど前ですね。えー、まあ僕は先ほども言ったように、心霊映像が来てその場所をえ調査をしてドキュメンタリー作品で出すという形の。 活動もしていていなおかつ YouTube であったり他のそういった生配信のところにお呼ばれしたら心霊スポット探索という感じででで生配信で巡ったりすするんですよで時と場合によってはもう本当にホラー映画とかホラー作品のためにロケンっていうまあその事前にどういった場所かを見ておいてどのように撮影をするかを品定めするみたいなそういった感じでいろんな理由の中で心霊スポットに行くんです。はい でその時にすごく話題になっていたとある心霊スポットの神社があったんです<う>で、まあ、どのよう風に話題になっていたかっていうと、まあ、心霊 YouTuber さんいわゆる心霊スポットを巡ってそれの、えー、調査結果をレポートする方々の中でこの場所をよく行ってる方々がいるなっていうふうに、まあ、普通に活動していく中で思ったんですはい。その時は最初は調査だったんですけれどもその場所の現地に行って。 まあそこが神社なんですけれども、まあ、車で行って駐車場を止めて、えー、どんな感じなんだろうというふうに思ったんですけども、まあ、すごい森林地帯の道をずっとまっすぐ行くんですよそしたらそこで途中で分かれ道があるんですねで左の方に行くと一気に竹やぶだらけの場所があるんですね、うん、でその細い竹やぶの道をずっと越えていくと祠がある、うん、そういった場所です、はい、そしてもう一つというのはメインのとこになんですけどずっと進んでいった先の 森林を越えていくと大大きな大木があるんですよ、うん、まあそれもいわばもう樹齢何百年みたいな太いまあ祀られてるような木なんですね。で、まあ、僕も夜に行ったので、まあ、両方ともそんな高い木だったり全面竹だらけのところも5 0ルぐらい歩いた先に祠らがあってですねうん、わあ怖いなあっていうふうには思ってで、まあ、別に何か起こるっていうわけではなかったんですけどその日は終わったんですよ。ちなみにそのの場所の ネットレベルというか言われている曰くとして言われてたのが夜になると女性の霊が出てくる夜になるとラジオのような音が聞こえるっていうのがそこの場所の代表的な曰くというか心霊現象なんで,すでまあその日はそそれでで終えたんですそしたら1か月ぐらい経った時にまあ YouTube って活動していると。 コラボのオファーんですそしてでコラボで一緒にいろんなスポット行こうというふうに相談をするんですね、うん、その時に、まあ、話し合いの中でその神社のところを提案されたんですよ、うん、あで僕もう1か月ぐらい前に行ったからまあいい意味でコラボ相手の方だし場所が分かってる方がスムーズに行くなというふうに思ったんであもう全然もう最近行ったばっかりですけれども是非行きましょうという風に言ったんですよ。 ーはい、有名なはい、はい、でそれで分かると思うんですけども、はい、アハテビーさんって元奥様の方がごめんなさいね名前 <laughs>、えー、元奥様の方が霊感があるというか、はい、すごい感じやすいというか見える方じゃないですかで一緒に巡っていく過程の中でその,随時その場所を開設してくれるんたらそのさっき言っていた大木であったりその竹の道であったりいろいろと巡っていく中で ここの場所すすすごくいいとこででねって言うんですよ、うん、むしろなんか邪気というか森澤さん今すごく一掃されていい感じになってますよっていうに言われたんですよ<ー>あそうなんだって。でちょっとやっぱ調べてみたら昼間で言われてる感じだとパワースポットぐらいな感じですごいなんか空気のいい、うん、えもう行ったらもうすごく運気が上がるぐらいな感じで言われてる場所なんですよ、うん、あそうだったんだっていうふうに思ってその時も普通に生配信を終えたんですよ一緒に。 でそこからその場所っていうのがまあなんか不思議なことに僕の家からら車で30分ぐらいのところだったんですよ、うん、だから何か不意になんか探索しようとか生配信しようっていうふうな流れになった時にもうそこから初めて行った時が大体1年ぐらいのスパンの中で5回ぐらい行ってたんですよ <laughs> 結構行ってますね。はい、で結構僕の中で馴染みの場所みたいになって、うん、で何がいいかっていうと。 やっぱりその都内からそこまで離れていないにもかかわらず大通りをちょっと行ったらすぐ森林地帯になって誰もいなくなるんですよ。うん、あ都内でそんなちょっと行っただけでいきなり心霊スポットになるってとこって珍しいじゃないですかだからまあ結構そういう意味で重宝してたんですよ。はいはい、でとある日に、えー、YouTube を一緒にやっている益子くんっていう男の子がいるんですね。そその子と一緒に、えー、生配信をししてたんですそしたら さっっき言たた大木を見ましたで今度はもう一つの祠らのある竹の道を行こうとしたその入り口のところでいきなりその益子くんというのが僕の肩を掴んでバッて掴んだその先に「いいつもと違いますって。言うんですよほうえで、僕生配信だからカメラを持ちながらやっていたから「えっ?」て俺も思ってでも普段そういうようなテンションとかそんな 危機迫ったような表情を見せる子じゃなかった、えええ、これちょっと本当にやばいのかなと思ってやっぱ撮ることにちょっと集中してたんでそーっとカメラを下ろしてしっかりとその場所を見たんです、はい、そしたらもう本当に言葉にできないんですけどあやばい、おどろおどろしいもうこっから先行ったらやばいっていうもうその感情が分かったんですようん もう空気感だけですなんか重いというかどんよりしてるわけですね、はい、そうです。あこの先やばいなって思ってその日はもうやめたんです、ねはあ、過去何回も行ってきて会ったことがなかったので何だろうと思って過去にその場所に行った人たちに結構連絡したんです、ねはあ,はあ、あの場所ちょっとどうだったって言ったら人によってはあ全然怖くないよっていう人もいるし人によってはいや明らかに女の霊というか 女性がいたんだよねっていう人もいるしいやなんか至近距離でめちゃめちゃごそごそ行ってマジで怖かったっていう結構人によってバラバラなんですよ何だろうと思ってそっから何日か経った後にその時初めて僕がその場所を昼間に行ったんです、はい、で昼間になるからもう見晴らしがいいんでその大木を見ますでその後にその益子君にバッて掴まれた場所を改めて見たんです。ええ ここか全然空気はよどんでないし行けるわっていうふうに進んでいったんですね。で祠も見てその帰り道の途中にまあ竹やぶがあるけれども、まあ、通れなくはないみたいな道があってそこにスッと入ってったんですよそしたらしばらく歩いてった先に、まあ、一本のボロボロの木があって、うん、なんかもう打ち付けられたようにボロボロになっているんですでよ。く見ると 釘が刺さってなおかつ髪の毛がデロンと黒んです、ね、あっそっかシナコクマイリかっていうふうに思って、はい、でもそこから調べていくというか周りの人たちに聞いていったとしてもなんかそういった事実とかそういうのなかったんですよ。ていうふうに思ったのがちょうど1年ぐらいなんです。<は>で僕ここまでの内容って多分もっとダイジェスト版で実はこのチャンネルで過去に言ってるんですよ。うんで なぜまた僕はここを改めてしっかりとロングバージョンで行ったかっていうと実は今年の初めに改めめてまたたそこに行ったんです<う>正月の初めに、ええ、もう1年ぐらい経つしちょっとやっぱどういう風になったのか気になるっていう風に思って1人でもういざ1年ぶりに行くとやっぱりもともと森林地帯で茂みだらけのとこで田んぼもあるようなとこだったんで。 ななんか分かんかかいもともと何か汚い池とかあったんですけどもそこも整理されてちゃんと水が通るようになんか工事されてるんですよ。うん、で結構茂ってたところもちゃんと開墾されてあすごいもうこんなになんか見晴らし良くなったんだなと思ってで大木も見てあなんかすごい整ってるなってでまた改めて祠を見てまた改めてその釘が刺さってた木のところに行ったらもう釘もないし髪の毛も別にないんですけど、うん、やっぱりまあ 刺したであろう痕跡だけは残っ,はははっぱり残ってんだ。でそこからまた出ていこうとした時に現地の70歳ぐらいのおじ様がいきなり僕に話しかけてきてます、うん、えちょうど出ていくと「おいお前何やってんだ」みたいなで僕も別に入っちゃいけないところではないんで今までの状況というかなんでこうしてるのかっていうのをちゃんと説明したんですよ。 あの場所っていうのはもともと20年近く前に仕事の帰りに帰ろうとしてた女性がいきなり引きずり込まれてあの茂みの中に入ってそこで暴行を加えられて遺棄されてたっていう場所なんだって言われたんですよ。いいいいいろろろろ聞ててきて調査した中でそんな,話回もなかったの、はあとも調べたんですけどもその当時のその時期の。 記事事ととかそそのの場所のことを調べてもそんな事実はななないんんんんでですよなんてそんなことと言うんだろうと思ったの僕の中で勝手によぎったことなんですけどまあ僕を怯えさせて怖がらせて来ないようにするような嘘をついているのかもしくは誰かが嘘の情報を吹き込んでそれが僕に伝わっているのかあともう一つは公にできないような何か状況があって。 一部のの人しかか知らなない情報なのかい実際そういう事件はあったんだけども、はい、あまりこう,外に出ないようにされてしまったのか、はいまあいくつか考えてでもやっぱり他の人に聞いててもそういった情報はなかったので、うん、えどういうことなんですかって一応細かく聞いたんですそしたら一応そこで暴行、えー、を受けてそれで亡くなってそれで話題になったけれどもその犯人はいまだに捕まっていないっていうふ<ー>う風に言うんですね。で僕の中で思考を 僕結構序盤の方で言ったと思うんですけれどもその場所のいわく、うん、女性の霊が現れる。でそのような事件がある。もう勝手に僕はそういうのをリンク付けして考えるともう一番悲惨な結果で考えるとするならばそのような事件があってそのことを恨んでるその女性の 彼氏なのか親族なのかわからないけどもそういった人たちが今でもその場所に行ってその犯人を思ってそういうことをしてるんじゃないかなってでその霊体が女性というのが今もそこでさまよっているんじゃないかなっていうふうに僕は感じた。はあそうかそういった痛ましい事件があったけども犯人は捕まっていないだからその犯人のことを呪いで何かこうね 恨みを晴らしたいいっていうことでそ,そしてやっぱもう一つそれを思うと怖いのがもし僕と益子くんがその現地行く時に「あれこの日なんかちょっとやばいな」っていう時にその先にもし本当に打ち込んでる人が仮にいたとしたらばそれに恐れずその先に進んでいった時もちろん危険ではあるけれども何か真実が見えた瞬間だったのかなというふうにまあ日によって 心霊スポットというのは顔色を変えるっていうのはそういうところでも起因しているのかなと思ってはあなるほど。また、あ、丑の国参りと言いますとねあのそのやっている儀式の間それを見られてはいけないっていうねことがありますから、はい、もしねそこに立ち入って実際にその儀式がやっていたとしたらその人から気づかれたらね本当危険なことになっていたかもしれませんしね。いやでも本当にあんなに。 日によってというか訪れた時に空気感がもうほんとよくあの神社京都の方なんかでもね有名なパワースポット歴史のある神社で縁結びにご利益がありますよって言ってたくさんの方が訪れてるんですけど夜になると途端にこう表情を変えてそこの裏側には釘が打ち付けられていてそういった儀式がされてる神社もありますよね。あります。 ただそういう時間帯によっても顔色ってだいぶ変わりますし日によって変わるっていうのもあるんですね、はい、いやだからまさにその時にもし僕のその想定がピタッと余っていたとするならばもう本当に怨念にまむれた思いが僕らのところまで届いたのかなと思うと恐ろしいですねその先に向かっていた自分。 あのパワースポットというかまあ神社その神社にパワーが強くあればあるほどまあ縁を結ぶ縁結びのねパワーなんかって言いますけどもちろん縁結びっていうといい思いをつなげてくれる結んでくれますけどそういった悪い思いも結んでくれるパワーも強くなるわけでだからご利益がある場所ほどそういった負のエネルギーでも思いを遂げてくれるっていうそういうねことにつながってくるので。 表裏うう一体すごく気持ちがいいパワースポットほどもしかしたら時間帯や日によっては負ののパワーもも強まるのかもしれないですよ、ね、あとラジオの音っていうのが何だろうなとか考えたりするんですよね。それがでも一番そのスポットで多分検索したらトップで出てくるんですよ。<laughs> なんですかね、<laughs> これに関してはもう 時代なのか何なのかわかんないですけど、うん、あの昔あの南海キャンディーズ山ちゃんが、はい、あの一人隠れんぼをやったんですよ。はい、でその時にあの一人でやるのが怖いから外にスタッフさん行ってくれんだったらやりますよみたいな本当はダメなんだけどやった時にずっとお尻に隠れてたら外で ジージージジジっていうなんかだから山ちゃんからするとあ今外に照明さん音声さん,なんかスタッフさんが誰かいてなんかその機材の音が漏れてきてるんだなと思って安心してたら外実は誰もいなかったっていう。でそれは何かっていうとやっぱりこう例の方が波長を合わせてくるっていう時にまさにチューニングのような音が聞こえることがあるんですって。 そうまさにデンジャーじゃないですけどそのチューニングで合わせるような音で、ね、ラジオのように近寄ってきてるというか。えー、それがあってしまうとっていうことだと思うんですけどだからギリギリその前でその儀式が終わってたんで事なきゃいけたんですけど。 まあ、ラジオっていうのがね本当のラジオの音なのかそういうギーとて何かこう合わせてる音なのかまた変わってきますけどそっちだったらまた怖いなと思いましたね。わすごいですねやっぱりここで喋ると広がりまそう興味深い話だったので <laughs> いやすごい。<laughs> 実際にその空気感、うん、体験したわけですもん。だから皆さんもそういう時のねあなんか気持ち悪いななんかここ奥に行かない方がいいんじゃないかっていう気持ちってちゃんと それは信じてやっぱり無理しないってことは大事ですよとっても大事だと思います。はあまあ、そんな同じとこにな結果的に8回ぐらい行ったと思うんですけど <laughs> 行ってるのにその日だけってもすごいですからね、うん、いつも行ってるから安心じゃないんですよ日によって変わることもあるってことなんです,ですだからありがとうございます さあ、まあ、今回ね、えー、お話の方していただきましたが、本業はこっちじゃないですから、はいはい、監督さんやられておりまして、はい、まあ素晴らしい動画、YouTube の方上がっております。ぜひもう一度お願いいたします。はい、えー、フェイクドキュメンタリー連続ドラマシリーズ、えー、ホラホラファイル。 ちょうどシーズン1が完結したところですので、今見ればちょうどシーズン1。終わったところで、今僕はシーズン2を制作中ですので、えー、ぜひ今のうちからチェック直してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いいたします。概要欄に貼っておきます。チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。さ、次回は恐怖の映像を持ってきていただいたわけですよね。はい、もうお階段巡りさん専用というか <laughs> <laughs> はい、前回と一緒です。 ちょうど5分で、また。ありがとうございます。ぜひ、もう神回確定ですね。はい、ご覧いただきたいと思います。お楽しみに。というわけで、ゲスト、森澤東馬さんでした。ありがとうございました。お願いします。ちょっとね、今日の体験談お話いただく前に、一つ。ちょっとお聞きしたい話があって。つい先日ね、こちらの方に、医師の桜子さんっていう、まあ、大阪の方で活動されている、会談もやられた方がいらっしゃるんですよ。 でその方がね話していたお話でその呪いのビデオを1本借りて家族で見てたと、はい、お父さんもお母さんもね行ってみでこう一軒家でこう見てたらしいんですよ。でああ怖いなと思って見てたら急にみんながもう「ん?」ってもう声出しちゃうぐらいなんかこうねい犬みたいな,なんかそういうなんかいわゆるあるじゃないですかなんかそのちょっとこう野良犬みたいなちょっとシャンプーずっとしてない 感じのこう、まあ、獣臭っていうんですかはい、はい、っていうのが「えっ!」ってなって一回ちょっとビデオ止めようかって止めて「え庭でなんかワンちゃんとか死んじゃってんのかな?」っと見てきて「いないいない」「えするよね」え「えなんか換気扇からどっかから匂い来てんのかな?」「違うね」「何だろうこの匂いい」はか分からなくってあ「じゃあまあしょうがないじゃもう一回見てみようか」って言って再生したらそのビデオでですよ 実際に急にパンって画面切り替わって今獣の匂いがしたという人ここから見るのは絶対にやめてくださいっていう文言が入ってええー、って全員もう気も冷やしてしたよねしたよねえじゃあもう見れないっつってそこから見るのやめたっていうことがあるんですってえそれって多分結構初期の呪いのビデオの多分わかるんですけど 動物霊のやつだと思うんですけどもそういやっぱ実際あったんですありますありますオカルト研究会の人たちがなんか過去の封印されてたビデオ映像を見るみたいなんで、はい、それを見てる時に確かその獣臭がするみたいなやつで確かこっくりさんしてるやつなんですはあ、ーキツネか獣ってもしかしたら、はいはい、そうですそうですだからそのこっくりさんしてる時にその匂いがするっていう証言を確か映像のその学生の方々も言ってるんですはあ。 だからそれと全く同じリンクをなさってたっていうその方はねその獣衆がしたでその後にそこからねした人は見ちゃダメだよって文言があったから見なかったらしいんですけどじゃあ見てたらそういうようなことが。その先まあこれも結構古い作品なんで僕行っちゃうんですけれどもその後映像を見てるとその中の一人の女性の顔が狐のようににひんん曲がっった顔になってでで終わるんです怖っすごい 獣臭ってなんだと思ってましたけどそれってコックリさんのキツの匂いだったのかもしれないですねただすごくないですか考えれば考えるほど、うん、いや僕だからなんかよくカウントダウンってあるんですよ。呪いのビデオって、ええ、もうこっから先は本当に危険な映像なので、えー、もう一切の責任はもう受け負いませんみたいな感じのでやる映像を見てなんか不可解なことが起こったとかもうなんかそっから眠れなくなったみたいな話は めめちゃめちゃゃ聞くんですけどそれってもうまさに内容と完璧にリンンンクしてるじゃないですかピンポイントですよね、はい、だからいやそのパターンはないから本当に見なくい,ていうことだ,、ね、だからもう制作してる段階であこの話で実際そういう匂いがしてくることがどうやらあるぞでこれは本当にそのたり危険だぞって分かってたからこそそういう文言を入れたわけじゃないですか。はい、でそこにいたわけじゃないのにそれをただ画面から見てただけで。 その匂いが本当にしてくるって、うん、やっぱその画面を通じてその霊がそこに来ちゃってたってことですよね,そう,うねそういうことってあるんだいや、俺も初めてそこまでリンクしきってるのはいやだ大丈夫ですかその方<だ>見,見てないですか、ね、見てないので大丈夫だったらしいんですけど、ね、でもっと言うとやっぱその呪いのビデオっていうのはそれぐらいガチな画面通してでも霊障が起きちゃうようなものを出してたってことなんです、ね、そう いやしかもそれ結構初期のやつなんで多分ビデオテープだったと思うんですよその頃ってあビデオテープって言ってたも<あ>思いますかそうですかあもう本当にあの頃のって僕の体感ですよもう本当今 DVD で最近はもう配信でデータでっていう感じですけど、ええ、やっぱ初期の呪いのビデオってもうビデデオオっっててももうううに刻んんんででるっていい気持ちあすよなか呪をそこにもう込めちゃってるみたいな体感があるんであの頃のやばいやつは本当にやばいんじゃないかなと思います いやなんかすごいつながりすぎてしかも「こっくりさん」っていうのが、はい、うわーちょっと聴けてよかったです本当にありがとうございます。はいね